ゆうちゃん、またかな。ごめんね、遅れちゃった。パパ活をするとどうなるのか。おろまら、なんか働け。なんかね、量じゃない。適当な指示で死にそう。皆さん、お疲れ様です。あ、うさぎちゃん、お茶が入りましたです。どうぞです。助かる。ドラマでしか見ないような光景がついに某企画に。お、定時なので帰りますです。お先に失礼です。おお、お疲れ。いや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 、何普通に返してんですか上司。いや、定時になったら帰るだろ普通。その普通が享受できないのがここでしょ。まあいいよ、あ、仕事早いし。なんか今日クソ適当だな、このハゲ。ソリティアでもしてんじゃね。あ、ハゲはペンギンのことです。更新早。見ろお前ら、可愛いだろ。確かに。この人がどうした。実はな、パパ活を始めたんだ。パパ活とは。なんだお前ら知らないのか。いや知ってますけど。お前がやってんのリアルすぎて引いただけ。そうだよな、お前らも興味あるよな。こいつ誰と喋ってるの。パパ活はな、デートしたい男性と女性が会うことでお互いウィンウィンの関係になれる新時代のコミュニケーション活動なんだ。一番大事なこと抜けてるぞ。お金ですね。まあ確かに会う時にお金があれしてあれするが特に問題ではない。クソデカ問題だと思う。そもそもパパ活は経済的支援をしてくれるパパのような存在を探す活動から語源が来てますし、そっちがメインだと思います。詳しい。相場はお食事デートが1万円、お出かけデートが3から5万円だと思うんですけど、その子の希望金額はいくらなんですか。食事8万円だな。とっこでも可愛いからいいんだ。てかよくそんなお金ありますね。ああ、ママがお小遣いくれたばっかだからな。ママからもらった金をパパ活に使うおっさんとは面白すぎてさ。さよし、早速デートに行ってくるぞ。お前ら仕事しとけよ。ペンギン。何、尾行しよう。ええやん。待ち合わせ新宿か。スタンダードだね。池袋とか銀座とかも待ち合わせ場所としてよく使われるよ。校舎は高級パパさんだけど。だからなんでそんな詳しいの。女の子来たんじゃない。本当だ。あれ、あの耳相撲の加工じゃなかったんだ。普通につけてきてるのは。上司嬉しそう。キモいな。え、ちょ待って、逃げられた。クソ、上司のこと生理的に無理だったのかな。これはあるあるなのか。女の子が写真めちゃくちゃ加工してて本人来て思ってたのと違うと思ったパパが全力で逃げ出すのはよく聞くけど、逆はあんまり聞かないな。詳しすぎだろマジで。それか単純に知り合いだったとか。おう、リスク。逃げられ上司をさまーし。うわー、ラウナチキショウども。まあ詐欺とかつつもたせとかそういうのじゃなくてよかったですね。知るか、金だけはあるんだ、デートさせろ。こういうおっさんが経済を回しているという事実。皆さん、お茶が入りましたです。それとペンギンさん、この資料作っておきました。助かる。お、すみません、ちょっとお手洗いに。ショウガ、誰が。そんなんだから逃げられるんですよ。よし、見バレ。こんにちは。お待たせ。君がゆうちゃんかな。はい、ゆうです。へえ、写真通りとっても可愛いね。ありがとう。今日は普通のおデートだけど、お手当10万円で大丈夫。問題ないよ。ありがとう。けどちょっとその前に、うん、ちょっとそこら辺でお茶しない。ファンダさん。あれ、なんで僕の名前知ってるのかな。僕たちどこかで会ったことあるかな。ゆうちゃん。いや、うさ。まさかこんなに早くバレるなんて想定外でした。そこのカフェ入りましょう。へえ、話が早くて助かるよ。パパ活をする理由。いかにも私はウサギです。その姿どうなってんの。着ぐるみ。同級生のキツネちゃんに教わりました。へえ、じゃあさ、もしこのことが会社にもバレたら。問題ないですよ。パパ活を隠していたのは、公開することで私に不利益が生じると考えていたからです。ですが、この情報を弱みとして使われる方がよほど不利益を被ると思いましたので。そんなことしないよ。では要件は以上でよろしいでしょうか。あー、待って待って、君さ、なんでパパ活してるの。それ答えて私にどんな利益が。ほら、助けになると思ってさ。
すごい借金があるとかホストに貢いじゃってるとかそういう理由？ええ、お金が欲しいだけです。特に借金はありませんし、お金を使う趣味もありません。ただお金が欲しいんです。君さ、僕に似てるね。私はそうは思いませんが。よかったらさ、似た者同士一緒にビジネスしない？どのような？実は僕やってるんだよね、あっせん。パパ活あっせんと言いますと？ SNS でパパ活って調べてみてよ。いろんな女の子出てくるでしょ。うん、それね、実は全部僕。ネカマですか？違う違う、まあ女の口調で返してるからそうとも言えるけど、僕はねパパ活おじさんとパパ活女子の仲介をやってるんだ。なるほど。おじさんが SNS で僕の偽女の子アカウントを見つけて連絡してくる。そしたら条件が合ってて暇な女の子に僕が連絡して2人を合わせるって感じかな。違法では？大丈夫、あれさえしなければ法には引っかからないからね。なるほど。では私があなたのそれに協力するメリットを教えてください。メリットは2つ。まず僕のアカウント群の総フォロワー数は15万人以上、きっと今までより早くたくさん稼げるよ。そしてもう一つ、強靭なセキュリティがつくこと。パパ活は常に危険と隣り合わせだからね。なるほど。して取り分は？利益の3割。話になりません。気に入ったや。リスクその2。ゆうちゃんまだかな。ごめんね、遅れちゃった。来ちゃう。じゃあいつものバーに行こっか。その前に、あってあって。いつもありがとう。お金だけは私を裏切らない。でね、僕は部下に言ってやったんだ。俺がついてるだろうって。キャー、頼もしい。そうかな。うん。ゆうちゃんとお話しするのは楽しいな。ずっと続けばいいのに。それは、あれ？あれ？ゆうちゃん、どうしたの？大丈夫？売られたドリンクに睡眠薬。大変だ。どこか休める場所に行こうか。こらこら、暴れないで。ふざけんな。お金だけが私の味方。ウサギ、ウサギ。お金なんかなくてもね、いつか優しい人が助けてくれるから。お前、なんだよその姿。まあでも、これはこれで好みかも。優しい人なんて、いなかったよ。パーン！ケモシ！さっき言ったセキュリティのことだけど、あれね、僕。それは、頼もしいですね。だから危険だって言ったでしょ。どうする？業務提携する？ 1.5 割でしたら。へっ、面白い女。言いたいだけでしょ。なんで君は？すみませんね、この子うちのなんで。次はないですからね。はい。そしてお茶が入りましたです。ありがとう。ウサギちゃん、僕のはどうぞです。ひどい。お前ら仲いいな。そうかな、まあ仕事仲間みたいなものかも。すでにそうだろう。あ、ウサギちゃん仕事。はい、お先に失礼します。結局まともなやついない。あー、ついにペンギンが過労死したよ。おーい、シャチくん。勝手に殺すな、仮眠していただけだ。なんだ、よかった。次回、現代の人命救助がこちらです。人命救助っていろいろと面倒だよね。こいつ、シャチに押し付けようとしてやがったのか。
ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ペンギン、この仕事よろしく。いや、頼むよ。断る。ちょっとだけ無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。